第2次ブルランの戦いは南北戦争の東部戦線の一部であり、1862年8月28日から8月30日に戦われた。南軍の将軍ロバート・イーリーの北バージニア軍によって北軍のジョン・ポープ少将のバージニア軍に対抗して遂行された攻撃的作戦の頂点を成すものであり、1861年に 同じ場所で戦われた第一次ブルランの戦いよりも、はるかに大きな規模と戦力で戦われた。南軍のストーンウォール、ジャクソン少将は広範囲に及ぶ敵の側面に、回り込む後軍に続いて、バージニア州、マナサスの鉄道結節点にあった北軍の補給港を占領し、北軍ポープ将軍のワシントン DC との通信線を、脅かした。ジャクソンは北西へ、 数マイル交代し、ストーニーリッジで防御的婦人を行った。1862年8月28日、ジャクソンはグラブトン近くのブローナー農園で北軍の一体を攻撃したが引き分けに終わった。同じ日、ジェームズ・ロング・ストリート少将が指揮するリー軍の一翼がサラフェア・ギャップの戦いで北軍の軽い抵抗を突破し、戦場に近づいた。 ポープはジャクソンが罠にはまったと確信するようになり、その軍の主力をジャクソンに集中させた。8月29日、ポープは工事中の鉄道路板に沿って陣取った、ジャクソン軍に繰り返し攻撃をかけさせた。この攻撃は両軍に大きな損失を与えたが北軍が撃退された。正午、ロングストリート軍がサラフェアギャップから戦場に到着し、ジャクソン軍の右翼に陣取った。 8月30日、ポープは改めて攻撃をかけさせたが、ロングストリートが戦場に到着したことを知らないようであった。北軍フィッツジョン・ポーターの第5軍団による攻撃に対して、南軍が集中砲火を浴びせて打撃を与え、ロングストリートの5師団2万5千名からなる右翼が反撃を行ったが、これは南北戦争の中でも最大の同時集中攻撃になった。 北軍の左翼が崩壊し、ブルラン側の後方に撤退した。北軍後詰め部隊の効果的な行動により、第一次、マナサスの戦いのような惨事の再現だけは免れた。それでも、ポープ軍のセンタービルへ向けた撤退は慌ただしいものだった。1862年6月の7日間の戦いで、ジョージ・マクレラン少将の半島方面作戦が,が、瓦解した後で、 エイブラハム・リンカーン大統領は新しく結成したバージニア軍指揮下にジョン・ポープを指名した。ポープは西部戦線でいくらかの成功を収めており、リンカーンはマクレランよりもより攻撃姿勢のある将軍を求めた。北軍のバージニア軍は総勢5万千名で3軍団に分かれた。フランツ・シー・ゲル少将の第1軍団、ナサニエル・バンクス少将の第2軍団、及び 第一次ブルランの戦いで敗北した時の指揮官、アービン・マクドウェル少将の第三軍団だった。マクレランのポトマック軍から参考軍団の一部と、アンブローズ・バーンサイド少将の第九軍団がこの戦闘に参戦し、結果的に総勢は7万7千名となった。南軍の方では、ロバート・イーリー将軍の北バージニア軍が総勢五万五千名を二つの翼あるいは、 指揮に分けられた。右翼は、ジェームズ・ロング・ストリート少将が、左翼は、ストーンウォール・ジャクソン少将が指揮した。j e ースチュアート少将指揮下の騎兵士団が、ジャクソンの翼につけられた。ポープの任務はいくつかの目的を果たすことだった。ワシントンとシェナンドー渓谷を守り、ゴードンスビルの方向に動いて、マクレラン軍から南軍を引き離すことだった。 7日間の戦いでマクレラン軍と対戦したリーの経験に基づけば、マクレランはもはやバージニア半島にあっても脅威ではないと認識し、自軍全軍をリッチモンドの守りにつけておく理由はないと感じていた。このことでジャクソン軍をゴードンスビルに配置して、ポープ軍をせき止め、バージニア中央鉄道を守らせることができた。リーは胸の内に大きな作戦を描いていた。 北軍は、マクレラン軍とポープ軍とに分かれており、その位置が大きく隔たっているので、マクレラン軍に注意を戻す前に、ポープ軍を叩き潰す機会だと捉えた。AP ヒル少将に1万2千名の部隊をつけて、ジャクソン軍に合流させた。8月3日、北軍の総司令官ヘンリー・ハルックはマクレランに、半島からの撤退を完了させ、ポープ軍を支援するために、 北バージニアに戻るよう指示した。マクレランは抗議し、8月14日まで部隊の移動を始めなかった。8月9日、ナサニエル・バンクスの軍団がシーダーさんの戦いで、ジャクソン軍を攻撃し、はじめは調子が良かったが、AP ヒルに引きられた南軍が反撃して、バンクス軍をシーダークリークの背後まで後退させた。しかし、ジャクソン軍の前進は、 北軍のジェームズ・ B ・立憲巡将の手段によって遮られた。この時までにジャクソンは、ポークの核軍団が集結しており、個別撃破しようという作戦を難しくしたことを知った。ジャクソンは8月12日までその陣地に泊まり、その後ゴードンスビルまで交代した。8月13日、リーはロングストリート軍をジャクソンの補強に派遣した。 8月22日から25日まで、両軍はラッパハノック川沿いで小さな戦闘を繰り返した。激しい雨で川水は膨れ上がり、リーは自軍に川を越させることができなかった。この時までに半島からポトマック軍からの増援が到着しつつあった。リーは北軍がこれらの追加軍を得て、南軍を精力的に上回った事態に直面し、その新しい作戦は、 ジャクソンとスチュアートに全軍の半分の兵力をつけて、ポープの通信線であるオレンジアレクサンドリア鉄道を切断するために回り込みを行わせることだった。ポープ軍は撤退を強いられ、動いて脆弱になった時に打ち破られるはずだった。ジャクソンは8月25日に出発し、その夜にセーラムに到着した。8月26日の夕刻、ジャクソンの翼は、 サラフェアギャップを経由して、ポープ軍の右翼に回り込んだ後で、ブリストーでオレンジアレクサンドリア鉄道を攻撃し、8月27日の夜明け前にマナサス鉄道結節点にあった北軍の大規模補給庫を占領し破壊した。この九州で、ポープはラッパハノック川沿いの防御的戦列から急速な後退を強いられた。 8月27日から28日にかけての夜の間、ジャクソンはその各師団を北にある第一次ブルランの戦場まで行軍させ、ストーニーリッジ下にある未完成の鉄道路盤の背後に陣を構えた。この防御陣は良いものであった。深い森が南軍の部隊を隠し、南に数百ヤードに過ぎない北軍の行軍路と想定される。 ウォーレントンターンパイクはよく見通すことができた。ロングストリート軍がジャクソン軍に加わるとしても良い侵入路があり、このことはもし時間通りに援軍が得られない場合でも、ブルラン山に向かってジャクソン軍が後退することも可能にしていた。また未完成の鉄道路盤は凸凹があって、あつらいの残豪の役目を果たせた。8月28日のサラフェアギャップの戦いでは、 ロングストリートの翼が北軍のわずかな抵抗を突破し、警告を通ってジャクソン軍に合流した。この一見些細に見える行動で、リー軍の二つの翼がマナサスの戦場で合流できたので、来るべき戦いでポープ軍が敗れることを事実上確実にした。8月28日、ジョン・ブローナー家の農園近くでジャクソン軍が監視している中を、 北軍の渋滞がウォーレントン・タンパイクに沿って動いた時に第二次ブルランの戦いが始まった。この部隊はルーファス・キング准将の師団に属する部隊だった。ジョン・ P ・ハッチ、ジョン・ギボン、アブナ・ダブル・デー及びマーセナ・アール・パトリック各准将の旅団がセンタービルにいるポープ軍の残りに集結するために東方へ移動していた。 キングはその日早くに重い転換性の発作を起こしていたので自分の師団には同行していなかった。ジャクソンはロングストリート軍が合流するために進行中であることを知らされていたので安心して北軍に自分自身の姿を見させるようにしたがその存在は無視された。ポープが軍をブルラン側の背後に退いてマクレランの到着しつつある軍隊と合流するのではないかと 心配し、攻撃を始めることを決断した。樹木が並ぶ前線の背後に戻ってから部下に兵士たちを表に出せ、新種諸君と伝えた。午後6時半ごろ、南軍の大砲が前面にいる敵部隊、ジョン・ギボンの黒帽子旅団に向かって、砲撃を開始した。元は砲兵であったギボンは、第四アメリカ砲兵隊 B 大隊からの応者で、応えた。砲撃の開始で、 キングの渋滞が止まった。ハッチの旅団はその場所を通り過ぎており、後方にいたパトリックの旅団は隠れ場所を求め、ギボンとダブルデーの旅団だけがジャクソンの攻撃に応じた。ギボンはジャクソンはセンタービルにいると想像されていたので、この砲撃を単に J.E.B. スチュアートの牙砲兵隊の大砲からのものだと思っていた。ダブルデーと競技した後で、 第二ウィスコンシン不評連隊の古参兵を丘の上に送ってうるさい大砲を蹴散らさせることを提案した。左翼にいた我々の部隊は狂人のエネルギーと真に共嘆すべき死を顧みない無防さで弾を詰め発砲したが人間の性質としてそのような恐ろしく浪費的な砲火をいつまでも辛抱していることができなかった。前線における大きな隙間を文字通り刈り取っていったが 孤立した部隊が共に集まり、まさに死に向かって飛び込んでいった。第6ウィスコンシン不評連隊のルーファス・アルドーズ少佐、エドガオ・コーナー大佐の指揮する。第2ウィスコンシン不評連隊はブローナーの森を抜けて、前進した。430名の部隊が、農家の南東の空き地に到着したとき、南軍でも最も名高い部隊である、ウィリアム・エス・ベーイラー大佐が指揮する。 ストーンウォール旅団に遭遇した。この時は多くの戦いで消耗し800名に過ぎなかった。150ヤードの距離を置いて、ウィスコンシン連隊は、このバージニア人に破壊的一斉射撃を行った。南軍は、両軍の距離が80ヤードまで接近した時に、反撃した。両軍に応援が追加され、互いを至近距離に置きながら、ほとんど遮るものもないままに、 2時間以上も、一斉射撃をかわし続けた。ジャクソンはこの戦闘を激しくて地に植えたと表現した。ギボンは第19インディアナ連隊を追加した。ジャクソンは師団指揮官のリチャード・イーウェル少将に命令を出す。代わりに直接その連隊に指示を出しており、アレクサンダー・アール・ロートン准将の旅団に属する3個、ジョージア連隊を投入した。 ギボンはこの構成に第7ウィスコンシン不評連隊を投入して対抗した。ジャクソンはアイザック・アール・トリンブル巡将の旅団にロートン旅団を支えるように命じ、これがギボンの最後の連隊である第6ウィスコンシン不評連隊に対応した。トリンブル旅団が投入された後はギボンの部隊が甚だしい劣勢になり、ダブルデイに援軍を要請した。ダブルデイは 第56ペンシルベニア連隊と第76ニューヨーク連隊を送って、第6と第7ウィスコンシン連隊の間の隙間を埋めた。これらの部隊は暗くなってから戦場に到着しており、トリンブルもロートンも連携が取れないままに攻撃を始めていた。ジョン・ペルハム隊員が指揮する騎兵砲兵隊がジャクソンに前進を命じられ、100ヤードもない距離から第19インディアナ連隊を砲撃した。 戦いは午後9時頃に終了し、ギボンとダブルデーは連絡が取れないままに、整然とターンパイクまで交代した。南軍も疲れ果てており追撃できなかった。この戦闘は実質的に引き分けだったが、損失は大きく、北軍は1150名、南軍は1250名となった。第2ウィスコンシン連隊は参加した430名の、うち276名を失った。 ストーンウォール旅団は800名のうち340名を失った。ジョージアの2個連隊、トリンブルの第21連隊とロボトンの第26連隊は、それぞれその70%以上を失った。全体では、戦闘に参加した3人に1人が撃たれた。南軍のウィリアム B ・タリアフェール巡将は、この戦闘にはミサオ軍はなく、戦術もほとんどなかった。 人体の問題であり、両軍とも似たいた。と書き記した。タリア・フェーロやイーウェルは負傷し、イーウェルの右足は切断された。数呼吸の間に、我々の全戦列が敵との激しくて、地に植えた戦闘に突入した。一つの戦列が撃退されると、もう一つがそれにとって変わり、多数を頼んで決められているかのように前進し、戦闘の激しさで、我々の陣地から借り出された。 ストーンウォール、ジャクソン少々ジャクソンは、精力的に勝っていたにもかかわらず、決定的な勝利を得られなかった。これは、暗闇と舞台をバラバラに投入したこと、及び中心になる二人の将軍が負傷したことによっていた。しかし、ジョン・ポープの気を引くという戦略的な目論みは果たせた。ポープは、ブローナー農園の戦闘はジャクソンが、 センタービルからシリーズコートしている時に起こったと誤った解釈をした。ポープはジャクソンを追い詰めたと思っており、ロングストリートの援軍が到着する前にジャクソンを捕まえてしまいたかった。その夜、ポープがフィリップ・カーニー少将に送った伝言には、マクドウェル将軍が敵の後退を遮り、今はその前面にいる。彼が今夜北へ行くことのできる感動に逃れられなければ、 きっと捕まるに違いない。と書かれていた。ポープは部下に対して、ジャクソンを取り囲み妙長を攻撃せよという命令を出したが、いくつかの誤りを犯していた。マクドウェルとシーゲルは、ブルラン山に向かうジャクソンの退路を塞いでいると思っていたが、この両隊の大半は、マナサスサドリー道路に沿って、ジャクソンの南東にいた。ジャクソンが撤退しようとしているという思い込みは、 完全に間違っていた。ジャクソンは絶好の防衛陣地におり、ロングストリートの到着を待って、ポープ軍を攻撃しようとしていた。ロングストリート軍の動きに関する情報は入っていたが、ポープは不可解にも、その到着が戦闘に与える効果を計算に入れていなかった。ジャクソンは、ロングストリートが北バージニア軍の残りを連れて到着するまで、ポップ軍を引きつけておくために、 ブローナー農園で戦闘を始めた。ロングストリート軍2万5000名は8月29日の午前6時にサラフェアギャップからの行軍を開始した。ジャクソンはスチュアートを派遣して、ロングストリート軍の最初の部隊を誘導し、ジャクソンがあらかじめ選んでおいた陣地に着かせるようにした。ジャクソンは到着を待つ間に、ポープ軍がその朝に攻撃してきた場合の防御陣を再配置させ、 ストーニーリッチの南に3000ヤードの長さにわたって2万名の配置を得た。北軍、シーゲルの第一軍団がマナサスサドリー道路に沿って展開しているのに気づき、AP ヒルの旅団には左翼のサドリー境界近くの鉄道路盤の背後に着くように命じた。ヒルはその陣地が地形的に弱いことに気づき、所属する旅団、マクシー、クレック巡将のサウスカロライナ旅団と、 エドワード・イル・トーマス巡将のジョージア旅団を前に2列に配置した。ジャクソンはその先列の中央でイーウェル師団の2個旅団を置き、右翼にはウィリアムビータリア・フェイロ巡将、その時はウィリアムイースターク巡将の指揮する師団を置いた。ポープの作戦はジャクソン軍の両翼に対して動くことだった。フィッツ・ジョン・ポーターにはゲインズビルに向かって動き、 南軍の右翼と考えられるものに攻撃する指令を出した。シーゲルには夜明けとともにジャクソンの左翼を攻めるように命令した。シーゲルはジャクソンが再配置したことを知らず、ロバート C ・シェンクの師団を広く展開させて前進させ、ジョン F ・レイノルズ巡将の師団を左翼に、ロバート H ・ e、チミルロイ巡将の独立旅団を中央に、カール・シュルツ巡将の師団を右翼に配置して支援させた。 シュルツのニコ旅団がマナサスサドリー道路を北へ動き、午前7時ごろに初めてジャクソンの部隊に遭遇した。シーゲルの AP ヒル師団に対する攻撃はその日のストーニーリッジ近くでのすべての戦闘に共通するやり方で行われた。未完成の鉄道路盤はいくつかの場所で自然の防御陣地になっていたが、外して南軍は固定的な防御は避け、 北軍の攻撃を吸収しては続いて活発な反撃を行った。シュルツのニコ旅団がグレッグとトーマスの部隊と激しく衝突し、両軍ともにバラバラな戦い方となった。ミルロイが事態の右手で起こった戦闘の音を聞き、そのニコ連隊にシュルツ軍の支援を行うよう命じた。彼らはいくらかは成功し、第82オハイオ連隊がダンプと呼ばれる窪地で、 南軍の前線を突破したが、結局は撃退された。シェンクとレイノルズは激しい砲火を浴びて、大砲で反撃したが、不評は前に進めなかった。シュルツは、第三軍団カーニーの師団が、事態の支援準備をしていると考え、午前10時ろにサイドヒル軍への攻撃を命じた。しかし、カーニーの部隊は前進せず、二回目の攻撃は、失敗した。歴史家たちは、 カーニーのこの日の行動を責めて、カーニーがシーゲルに対して抱いていた個人的な悪意のせいとしている。午後1時までに、シーゲルの舞台は、ジョセフ・フッカー少将の師団と、アイザック・スティーブンス准将の旅団の増援を受けた。ポープも戦場に到着しその勝利の最高の場を、見られるものと期待していた。しかし、この時までにロングストリートの最初の舞台が、ジャクソンの右翼に配置された。 ジョン・ベル・フット殉将の師団がターンパイクをまたいで、ジャクソンの右翼に大まかに連接することになった。フット隊の右には、ジェームズ・エル・ケンパー殉将とデイビッド・アール・ニーバー・ジョーンズ殉将の各師団がついた。カドマス・エム・ウィル・コックス殉将の師団が最後に到着し、予備隊とされた。スチュアートの騎兵隊は、マナサス・ゲインズビル道路を移動中のポーター。 ハッチ及びマクドウェルの部隊と遭遇し、短時間の銃撃戦で北軍の動きを止めた。この時、ポーターとマクドウェルに伝言を持った伝令が到着し、伝言命令と呼ばれることになるポープからの議論の多い命令書を渡した。歴史家のジョン・ジェヘネシーは、この命令を何十年もの論争の焦点となった矛盾と錯乱の傑作と表現した。それにはすでに進行中だった。 ジャクソン軍左翼への攻撃が書かれていたが、ポーターとマクドウェルが何をすべきかが不明だった。ゲインズビルに移動し、ジャクソン軍の無防備と考えられる右翼を攻撃する。代わりに、ゲインズビルへ向かって動き、通信が確立され、次第、全軍が停止すべきこと。今夜ブルラン側の背後にあるセンタービルまで交代する必要があるかもしれないと書かれていた。 この命令書のどこにも、ポープは、ポーターと、マクドウェルに明白に攻撃を指示していないし、さらに、この命令から逸脱することで、もしかなりの利点が得られるならば、厳密に従わなくとも良いという言葉で、締めくくられており、軍事命令としては事実上使いようのないものになっていた。一方、スチュアートの配下で、トマス・ロッサー大佐の騎兵隊が、木の枝を一個連隊の馬で引きずることで、 大部隊の兵士が行軍中に挙げる写陣に似せ、北軍の将軍たちを欺いた。この時、マクドウェルは、騎兵隊指揮官、ジョン・ビュフォード巡将から報告書を受け取っており、17個、不評連隊、1個砲兵大隊及び500機の騎兵が、午前8時15分に、ゲインズビルを通過したというものだった。これは、サラフェア・ギャップから移動する、ロングストリートの部隊であり、 二人の北軍将軍にこの先困難さが待ち受けていると警告した。北軍の前進が再び止まった。何らかの理由でマクドウェルはこの報告書をポープに改装することを怠り、ポープに渡ったのは午後7時頃となって、総軍指揮官は二つのはだしく誤った認識のもとに動いていた。つまり、ロングストリートは戦場から離れたところにおり、ポーターと マクドウェルはジャクソンの右翼攻撃に向かっているという認識だった。ロングストリートの部隊が最終配置に着くとリー将軍は北軍左翼に対する攻勢を命じた。しかしロングストリートは北軍レーノルズとシェンクの師団が自軍の前線の半分を包み込むようにウォーレントンタンパイクの南に広がっているのを目にしてこの時攻撃をかけることに反対を表明した。リーは J.E.B. スチュアートがゲインズビルマナサス道路の舞台場は手強いと報告した時に最終的に折れた。ポープは彼が命令したと思っていた通りにジャクソン軍右翼に対する攻撃が進んでいると思っており、ポーターが最後の通撃を与えるまで南軍の注意を反らせる意図でジャクソン軍正面に4度の別々の攻撃を承認した。キュビエグロバー潤章の旅団が カーニー師団の支援があることを期待しながら午後3時頃に攻撃した。グロバーは幸運にもトーマスとグレッグの部隊の間に開いた隙間を偶然につくことができた。その猛烈な銃剣攻撃は一時的に成功したが、カーニーは今回も命令されたように前進せず、ポープは主攻撃を支援する意図がなかった。同士ペンダー巡将の旅団が追撃を加えて撃退した。 レイノルズはターンパイクの南で妨害攻撃を行うよう命令されており、ロングストリート部隊に出会い、その時行動を中止することになった。ポープはレイノルズの心配を誤った認識として片付け、ジャクソン軍の側面攻撃に備えていたポーターの第5軍団に分け入っただけだと主張した。ジェシー・レノは第9軍団のジェームズ・ネーグル大佐の旅団に、 サイドジャクソン軍前線の中央を攻撃するよう命じた。この時はアイザック・アール・トリンブルの旅団が鉄道の森土から交代させられたが南軍の反撃で前線を回復し、さらに北軍の砲兵隊がその前進を止めるまでネーグルの部隊を開けた戦場まで押し返した。午後4時半、ポープは最終的にポーターに明白な攻撃命令を送ったが、 ポープの副官は道を誤り、午後6時半まで伝言を届けられなかった。いずれにしても、ポーターはその時、その日早くにいた場所よりも攻撃に適した位置には、いなかった。しかし、ポープは襲ってくることのない攻撃を予測して、カーニーに、ジャクソン軍の最左翼を攻撃するよう命じ、前線の両端に強い圧力をかけようとした。午後5時、この戦闘では初めて、 カーニーの激しい攻撃的性格が現実に出てきて10個連隊を使って押し寄せ AP ヒルの消耗した手段を襲った。この日の最も激しい戦闘の中でローレンス・オブライアン・ブランチとジュバル・アーリー核順将の両団による反撃で北軍の前進は撃退された。南軍の右翼ではロングストリートがその前線から距離を置いたマクドウェル軍の動きを観察していた。 第一軍団はレーノルズを支援するためにヘンリーハウスヒルに師団を師団を動かした。この報告を受けたリーはその地域で攻勢に出る、作戦を復活させた。ロングストリートは再度その作戦に反対を表明したが、この時は白馬前の不適切な時間帯が理由だった。ロングストリートはその代わりに敵軍の配置を探り、翌朝の攻撃に備えるために、 威力偵察を提案した。D は同意し、フットの手段を前に押し出させた。これと同時に、ポープは、この時も南軍が退却しているという思い込みに、囚われており、ジョン P ハッチの手段をターンパイクの製方に送って追求させた。フット隊とハッチ隊は、グラブトンの交差点で短時間衝突したが、短くも激しい対決は、暗闇と共に終わり、両軍とも引き返した。 ロングストリートとその部下達は再度リーに対して強固な防御陣を敷いていると考えられる敵軍に攻撃を仕掛けるべきではないと主張しリーはその攻撃作戦を撤回したが撤回はこれで3度目となったポープがマクドウェルからビュフォードの報告について知らされた時やっとロングストリート軍が戦場にいることを認識したが 南軍全体が撤退するときにロングストリート軍は、ジャクソン軍を支援するために、そこにいる、という楽観的な思い込みをしていた。実際に、フットの師団は交代した。ポープは、ポーターの第5軍団に本隊との合流を命じ、8月30日の攻撃について作戦を練った。歴史家の A. ウィルソン・グリーンは、このポープの判断が、この戦闘の中でも、 最悪のものだとした。この時北軍は南軍に対して勢力的優位に立っておらず、地形的な利点もなかったので、最も分別のあるやり方は、ブルラン側の後方まで退いて、近くにいた2万5千名を要するマクレランのポタマック軍と合流することだった。この戦闘に関する歴史家の間の議論の一つは、ジョージ・マクレランのポープとの連携に関するものである。 8月遅くに、ポトマック軍の2個軍団がアレクサンドリアに到着していたが、マクレランは、砲兵、騎兵及び輸送支援部隊が不適切と考えたために、マナサスへの進軍を認めなかった。マクレランは、ポープの立場を弱らせようと図ったとして性的に、非難され、8月10日にその妻に宛てた手紙の中で、ポープは2日のうちにひどく打ちのめされるだろう。 彼らはその球場の救済を私に押し付けて喜ぶことだろう。私は全軍の支配を与えられなければ、それを引き受けないと書いたとき、歴史におけるその立場を危うくした。マクレランは8月29日に、エーブラハム・リンカーンに対して、ポップをその窮地から出してやって、あらゆる手段を尽くして、首都の完全な安全を守ることが賢明だろうと伝えた。 ロングストリート軍の最後の部隊である、リチャード・イーチ・アンダーソン少将の師団が17マイルを降軍して8月30日午前3時に戦場に到着した。彼らは疲れており地域に不安内だったのでグラブトンの東の大根で停止した。夜明けにその場所が孤立しており敵軍とも近すぎることを認識して後退した。ポープの南軍は撤退しつつあるという考えは、 前夜のフット隊の交代に続いて起こった、この動きで補強された。午前8時、ポープ本部の作戦会議で、ポープの部下立は、その指揮官に慎重に行動するよう説得を試みた。午前10時頃にストーニーリッジの南軍前線を、探ると、ジャクソン軍は依然として、強固な防御陣を敷いていることが分かった。ジョン・エフ・レイノルズは、タンパイクの南の南軍勢力は、 大きいと報告した。フィッツ・ジョン・ポーターは同じような情報を持ってその後に到着した。しかし、ハインツェルマンとマクドウェルはそれぞれの偵察を行い、ジャクソン軍の防御線を乱すことができなかったので、ポープは最終的に撤退しつつある南軍に攻撃をかける決断をした。正午少し過ぎに、ポープはポーターの第5軍団にハッチとレイノルズによる支援をつけて、 ターンパイクに沿って西に進軍する命令を発した。これと同時に、リケツ、カーニー及びフッカーは北軍の右翼を前進した。この二つの動きが撤退しつつある南軍を潰すだろうというものだった。しかし、南軍は撤退してはおらず、実際には攻撃を待っていた。リーは依然としてロングストリート軍による反撃の機会を待っていた。 ポープがこの日に攻撃してくるかどうか確信を抱いていなかったが、スティーブン・ディーリー大佐の大砲18門をブローナー農園北東の高台に据えさせた。そこは、ジャクソン軍陣地の前の開けた戦場への砲撃に適した場所だった。ポーターの軍団は、実際にはターンパイクを西に進める位置ではなく、グラブトン近くのターンパイク北の森にいた。その前面にある、 ジャクソン軍に対する攻撃のために1万名の部隊を配列するには約2時間を要した。目標はその時ウィリアム・イース・ターク巡将が指揮するジャクソンの古い師団だった。北軍の攻撃を先導する師団はジョージ・ W ・モレル少将に代わったダニエル・バター・フィールド巡将に指揮されヘンリー・ウィークス大佐の旅団が左翼にチャールズ・ W ・ロバーツ大佐の旅団が 中央に置かれた。ハッチの師団が、軍団の右翼についた。ジョージ・サイクス准将指揮下の聖騎兵に古旅団は、予備隊とされた。北軍は大変な任務に直面していた。バターフィールドの師団は、未亡人ルシンダ道岸が所有する600ヤードの開けた、牧草地を横切らねばならず、最後の150ヤードは険しい上り坂であり、未完成の鉄道の影の強固な陣地を、 攻撃しなければならなかった。ハッチの死段は300ヤードだけだったが、南軍を正面から叩くためには、銃火の中を複雑な右回りの行軍を行う必要があった。彼らはスティーブン・ディーリーの砲兵隊から来る破壊的な砲火を浴び、続いて前線に並ぶ不評からの容赦のない一斉射撃を浴びた。それでも南軍の前線を突破し、 第48バージニア不評連隊を崩壊させた。ストーンウォール旅団が前線を保つために突入し、その指揮官、ベーラー大佐を含む大きな損失を出した。この戦闘の中で疑いもなく最も有名な出来事となったものは、ブラドリー・ティー・ジョンソン大佐とレロ・ヨーガスタス・スタフォード大佐の旅団が激しく発砲したので、弾を使い果たし大きな岩を 第24ニューヨーク連隊に投げつける手段に、訴えて、損傷を与え、驚いたニューヨーク兵たちはそれを投げ返した。ジャクソン軍の疲れ切った、防御陣を支援するため、ロングストリートの砲兵隊が戦闘に分け入ろうとした、北軍造園隊に砲弾を浴びせ、部隊をバラバラにした。ポーター軍は、相当数の損失を受けていたが、サイクスの予備師団の投入を行わず、 その攻撃を止め、実質的に先導役をしていた旅団が、支援もないままに脱出するに任せた。この撤退はさらに損失を生む行動になった。スタークの旅団の南軍病は、喜んで追撃にかかったが、グラブトンサドリー道路に控えていた、北軍予備隊に撃退された。結局ジャクソン軍は、消耗が激しく反撃できず、ポーター軍は、ターンパイクの北で立ち直る場を得た。しかし、 ポーター軍の状態を心配したアービン・マクドウェルは、レイノルズの師団に、チンリッチの持ち場を花レポーターの支援に回るよう命じた。この判断はこの日の最悪の戦術的決断だったと言ってもよい。タンパイクの南にいたわずか2200名の北軍兵が、その10倍の南軍と向き合うことになった。リーとロングストリートは、この時こそ長い間待っていた。 攻撃の機会ということで合意し、目標を第一次ブルランの戦いで重要な地点となったヘンリーハウスヒルに定めた。ここを占領できれば、北軍の撤退路となる可能性があるところを支配できた。ロングストリート軍五師団2万5000名は、北のブローナー農園から、南のマナサスギャップ鉄道まで1.5マイル近くに、渡って伸びていた。目標の丘に到達するために、 1.5ないし2マイルの距離を尾根、小川や深い森を抜けて進む必要があった。ロングストリートはこの地形に広がる戦列をうまく連携を取らせながら進ませることはできないと分かっていたので、その師団指揮官たちの指導力と独創性に任せることにせざるを得なかった。先導する師団は左翼のターンパイク近くにジョンベルフットのテキサス部隊が ネイサン・ジョージ・エヴァンス・ジュンのサウスカロライナ部隊に支援されて進んだ。フットの右手にはケンパーとジョーンズの師団が進んだ。アンダーソンの師団は予備隊とされた。攻撃の直前にリーはジャクソンに信号を送った。ロングストリート将軍が前進している。その左翼に気をつけ守ってくれ。タンパイク南の北軍守備隊はわずか2個旅団しかおらず。 ナサニエル・マクリーン大佐とガバヌーア・ウォーレン大佐が指揮していた。マクリーンがチンリッチを守り、ウォーレンは約800ヤード西のグラブトン近くにいた。南軍のフット隊は午後4時頃に攻撃を始め、たちまち、ウォーレンの2個連隊、第5ニューヨーク連隊と第10ニューヨーク連隊を圧倒した。接触から十分間で、第5ニューヨーク連隊五百名のうちほぼ三百名が撃たれ、 そのうち120名は、瀕死の重傷だった。これは、南北戦争全体でも、単一の戦闘で、不評連隊の受けた最大の戦死数となった。ポープとマクドウェルは、事態の危険性を認識し、その部隊にヘンリー・ハウスヒルの占領を命令したが、それが起こるまでに、マクリーンの旅団が、南軍猛攻の唯一の標的にされた。合計千二百名のおはの四個連隊は、 チンリッチに西面して、戦列を敷いており、一個砲兵大隊が支援して、まず、フット隊、続いて、シャンクス・エヴァンスの旅団による二回の攻撃を撃退した。モンゴメリーディーコース大佐の旅団による三度目の攻撃が成功した。マクリーンの部隊兵は、尾根の南の端から近づいてくる部隊を友軍と、誤り、発砲を控えていた。その誤りに気づいたときに、 至近距離での激しい銃火が10分間交わされたが、ルイチアーナ砲兵大隊から砲撃が加わって、北軍の戦列を崩壊させた。オハイオ旅団の損失率は33%にもなったが、これで、ポープが増援を送るための30分間を稼いだ。最初に到着した北軍の2個旅団は、リケット師団からのものであり、ジーラス・ビー・タワー巡将とロバート・スタイルズ大佐が、指揮していた。 タワーの旅団は三方から攻撃されて崩壊した。その砲兵大隊が捕獲され、タワーも重傷を負った。タワーに続いた、スタイルズの旅団は、ケンパー師団から新たに到着した、マイカ・ジェンキンス巡将とエッパー・ハントン大佐の指揮するニコ旅団の餌食になった。この激しい戦闘の間に、第12マサチューセッツ連隊の指揮官、 フレッチャー・ウェブスター大佐が致命傷を負った。シーゲルの第一軍団からジョン・コロテス大佐とブラジミエシ・シュクルチザノーフスキー大佐が指揮するニコ旅団がさらに投入されたが、その前の舞台と比べても花だしい成功は得られなかった。南軍、ジョーンズ師団の先導隊、ジョージ・ T ・アンダーソン大佐とヘンリー・エル・ベニング大佐の旅団は午後6時までに チンリッチにおける北軍の抵抗を追い払ってしまった。しかし、南軍は攻撃に成功しても兵士においても時間の面でも大きな損失があった。ヘンリーハウス昼まではまだ数百ヤード向こうにあり、昼の光はあと1時間ぐらいの余裕しかなかった。RH アンダーソンはチンリッチでの3時間の戦闘で最も重要な利点を活かすことができず、 ヘンリーヒルは固まった。それができなかったために、南軍のポープ軍を破壊する最後の機械が火の光と共に絞んだ。ジョン・ジェイ・ヘネシー・ブルランへの回帰南軍の攻撃から最初の2時間、ポープはヘンリー・ハウスヒルの防御に4個旅団を配置できた。2個旅団はレイノルズの師団から、1個はサイクスの師団から、最後の1個はロバート・エイチ・ミルロイの独立旅団だった。 リーは、その攻撃を完遂させるためには戦闘力の追加が必要であることを認識し、予備隊としていたリチャード・アンダーソンの師団の動員を命じた。この部隊が移動している間に、DR ・ジョーンズがベニングと GT ・アンダーソンの旅団とともに、岡への攻撃を始めた。この部隊は3000名となり、この日の午後で最大の集中攻撃となったが、部隊間の連携が取れず、 国軍の4個旅団がその陣地を守った。アンダーソンの師団から、新たに、ウィリアム・マホー,オーン殉賞とアンブローズ・アール・ライト准将の2個旅団が到着して、再度圧力がかけられた。サイクスの師団からの正規兵は、戦列の端にいて、自然の防御効果がなく、ヘンリー・ハウスの方向に撃退された。不可解なことにアンダーソンは、自分の開けた穴につけ込むことを止めたが、 おそらくこれは闇が深くなったためだった。ヘンリー・ハウス・ヒルは北軍が確保したままとなった。ジャクソンはリーからの比較的曖昧な命令でロングストリート軍を支援しており、午後6時にターンパイクの北に攻撃をかけたが、このタイミングはおそらくその疲れ切った部隊が集まり次第すぐにという形だった。歴史家のジョン・ジェヘネシーはジャクソンの遅れを 戦いの大きな謎の一つであり、戦いの南軍による最も重大な誤りの一つと言い,い、ジャクソンの進軍の価値を下げたと言った。その攻撃は、ポープがヘンリーハウスヒル防衛の支援のためにターンパイク北の部隊の交代を命じた時と一致し、南軍はその激しい攻撃で多くの大砲と不評部隊を制圧することができた。しかし、午後7時までに、 ポープ軍はヘンリーハウスヒルの部隊とをつなぐ強固な防御線を作り上げた。午後8時、全軍にセンタービルに通じるターンパイクでの撤退を命じた。第1次ブルランの戦いの時の悲惨な退却とは異なり、北軍の移動は静音に秩序率って行われた。南軍は戦闘に疲れ、弾薬も突きかけていたので、暗闇の中を追跡まではしなかった。リーは 大きな勝利を得たが、ポープ軍を潰すという目標は果たせなかった。第二次ブルランの戦いに参加した北軍の損失は、6万2000名の、うち10.000名が戦死または負傷となった。南軍5万名のうち、約1300名が戦死、7000名が負傷した。北軍はセンタービルに集合したが、リーは次の作戦を立てた。 ポープ軍とワシントンの間にその軍を割り込ませるために、ジャクソン軍をもう一度回り込ませる動きをさせた。ポープはこの動きに反応し、両軍は9月1日にシャンティリーの戦いで最後の決戦をした。リーはその後すぐ来たバージニア軍の先導隊がポトマック側を越えた9月3日に次の作戦を始め、メリーランド方面作戦に当たったポトマック軍との運命の戦い。 アンティータムの戦いに向かうことになった。素晴らしい軍隊がほとんど指揮をくじかれた。多くの大衆資産が放棄されるか破壊された。我々の部隊の多くの生命が無目的に犠牲となった。私は、あえて私が感じを思うようなこのポープという指揮官について語る自分を信用しない。王兵で傲慢で無知で気取り屋が一人の男に集まることはないと言えば十分だ。 一番小さな太鼓打ちの少年から一番背の高い召喚まで彼の軍に友人はいなかったと真実言うことができる。アルフェウス・エス・ウィリアムズ巡将ポープは1862年9月12日に指揮官職を解任され、その軍隊はポトマック軍に合流されてマクレランの指揮でメリーランドに進んだ。ポープは戦争の残り期間。 ミネソタ州の北西部方面軍で過ごし、ダコタ戦争に対処した。ポープは、その敗北の攻めを追わせるスケープゴートを探した。1862年11月25日、フィッツジョン・ポーターが逮捕され、8月29日の行動で、軍法会議にかけられた。ポーターは、命令不服従と不正行為の過度で1863年1月10日に、有罪を宣告され、 1>, 1月21日に軍隊から除籍された。ポーターは残りの人生をこの宣告に対する戦いで過ごした。1878年、ジョン・ m スコフィールド将軍の下での特別委員会は、ポーターがロングストリート軍に対する攻撃をためらったことで、おそらくポープのバージニア軍をさらに大きな敗北から救ったとして、ポープの容疑を晴らした。8年後、 チェスター・エイアーサー大統領はポーターに対する判決を撤回した。ロングストリートは戦闘中の功績について批判され、戦後の南部の失われた大義の主張者は、彼の二部さ、攻撃のためらい、及び8月29日にリー将軍に従わなかったことが、1863年7月2日のゲティスバーグの戦いで出てきた議論を呼ぶ行動の前触れだったと主張した。 リーの電気作者ダグラス・サウソール・フリーマンは、ゲティスバーグの多くの悲劇の種は、この瞬間に分かれた。リーが、ロングストリートに屈し、ロングストリートがそうできることを発見した瞬間である。と書いた。ありがとうございます。